皆さんこんにちは、トトです。今回なんですけども、今回の企画がですね、岩盤で硬すぎる装備を作れるマインクラフト、イエーイ。ということで今回は岩盤で最強すぎる装備を作れます。今回の動画面白そうだと思ってくれた人は高評価よろしくお願いします。マジで高評価よろしくお願いします。高評価の目標は700高評価ということで、岩盤で装備を作れるマインクラフトをやっていきたいなと思います。はい、ということでやっていきましょう。まず作業台を作って、レシピを確認しましょう。簡単に作れるということで、まあ、簡単というか、ダイヤモンドがめちゃくちゃいるんで、まあ、結構時間かかるのかなと思います。もうね、レシピは解禁してあるので、レシピを見れば一発でわかりますということで、見ていきましょう。作業台置いて、はい、ということでありました。岩盤です。こちらの岩盤はですね、黒曜石5個とダイヤモンド4個で2個しかできないんですよ。少なくね？めちゃくちゃきつくないっすか？頑張って探していきましょう。いや、めっちゃきついよね。いやー、大変だな、これ。鉄のツルハシ作って、ダイヤモンドを掘り当てないといけないっていう、めちゃくちゃきついことしなきゃいけない。ねえな、鉄鉱石。あ、ありそう、ありそう、ありそう。ない。ちょっと、これじゃ無理なので、ワープします。はい、ということで、このワールド、何のワールドだと思いますか？なんと、鉱石の生成頻度をマックスにしたワールドにやってきました。なので、鉄鉱石とかめちゃくちゃ生成されてるということで、やばくないですか？まあ、ということで、地下に掘ってみましょう。まあね、下に掘ってもあんま鉱石なかったですね。まあ、山とかあればわかりやすいんですけど、近くに山がないんでわかりにくいですね。まあ、とりあえずちょっと直下掘りしてみましょう。お、洞窟？あ、洞窟だ！やった！よし、鉄がありますね。洞窟は最高だよ。めちゃくちゃ鉱石があるから。お、鉄だ！よし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 。うわ、なんかめっちゃ石炭、おー！鉄だ！お、溶岩ある！早っ！ちょっと焼きましょう！鉄焼いちゃいましょう！あ、クリーパーだ！鉱石を破壊してくれ！ナイス！あー、全部消えちゃった。すげえ、めっちゃ鉄がある。まあ、こんな感じでダイヤモンドも生成されてるんですよ。まあ、この世界ならね、簡単じゃないかと思いまして、やりましたね。よし、鉄のツルハシ。めっちゃ敵モブがいる。まあ、もちろんね、今回はね、自作モッドです。いやー、自作モッドでね、初めて挑戦したんすよね。盾とか、初めて挑戦したんすよ。岩盤の盾とか作ったんで、今回はね、まあ、初めて挑戦したものが多いのかなと思います。まあ、なんで、下手な部分があったら、次に活かしたいなと思います。で、そろそろダイヤモンド見つけちゃいますか。いやー、え、やられたー。え、マジか。スケルトンに倒されちゃった。いや、これ落下死しちゃうよな、これな。うわー、うわー、絶対落下死する。いやー、怖いなー。こんな感じでやって、おー、あったー。よっしゃー、来れた。危ねえ、危ねえ。装備作っちゃいましょう。チェストプレート、装着。え、水ないかな。黒曜石とか作った方がいいもんな。レギンスも作りましょう。はい、よし。チェストプレートとレギンス。そろそろダイヤモンド、あー、ダイヤモンドあった。こんな感じで簡単にダイヤモンドが見つかるんですよ。あと水がありますね。ま、クリーパーいすぎない。それはやばい、それはやばい、それは、やばい。うわ、ウーパールーパーだ。うわ、めっちゃダイヤモンドある。めっちゃくちゃダイヤモンドあるやん。よいしょ、ダイヤモンドとか取っちゃいましょう。取りましょう。うわ、ダイヤモンドだ。ああ。いや、こんな簡単にダイヤモンド見つかるとかやばすぎでしょ。最高じゃん。うわ、めっちゃだ。やば、ダイヤモンドありすぎでしょ。最高やわ。え、めっちゃある、めっちゃある。これは繋がってるだけですね。最大生成数、1回の場所に生成される数は8個までにしてるんで、8個以上あったんで、あれは多分たまたま重なっただけですね。ウーパールーパー、うざい、お前。ほら、捕まえてやった。うわ、ダイヤモンドやば。33個だってよ。いや、ありすぎでしょ、マジで。うわ、やば、ダイヤモンドありすぎ。クリーパーだ。クリーパーにあげるよ、ダイヤモンド。うわ、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 やば、ありすぎ、ありすぎ。いや、そろそろやめとくか。よし、これ掘ったらやめましょう。うわ、まだめっちゃあるんだけど、これ掘ったらやめるとか言って。うわ、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 めっちゃ繋がってる。いや、もう繋がってないよな。あ、終わりだ。1スタックと26個。やば、持ちすぎだって。よし、ダイヤモンド3つ、棒2つ、そして、ダイヤモンドの剣。よし、装備できた。あとは、チェストプレート、レギンスブーツ、ヘルメット。はーい。はーい、はーい、はーい。よし、ダイヤフルアーマー。よし、ちょっと溶岩湖を見つけたい。よし、めっちゃ集まった。あとは溶岩湖を見つけるだけ。溶岩湖あるかな？まあ、コンクレンサー表になったら溶岩湖が出るから、横に掘っとけば溶岩当たるか。お、ダイヤモンドだ。もうダイヤモンドも無視しちゃうっていうね。僕レベルになるとダイヤモンド無視しちゃうんで。お、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 溶岩だ。
やった、やっと見つけた。うわ、ダイヤモンドありすぎ。いや、結構掘るの長いんですよね、黒曜石って。よし、黒曜石10個集まった。一応帰って、岩盤を作ってみましょう。あったあった。じゃあ、岩盤作っちゃいましょう。ダイヤモンド、はい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 。そして黒曜石を、はーい。ということで出来上がりました。岩盤です。ということで、もう一個作っちゃいましょう。はいはいはい。はーい。よし、できた。岩盤2個。ということで、棒を2個置いて、岩盤3つ。ということで出来上がりました。岩盤のツルハシ、耐久力1億ということで、岩盤って絶対壊せないので、耐久力が1億となっております。掘ってみましょう。ということで、こんな感じで3マスずつ掘ることができるんですよ。これが僕の新しい要素です。僕これ今までね、やったことなかったんですよね、この3マスのねツルハシっていうのを。いや、これ結構難しかったんですよね。初めて作りました。ウェイ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 、危ねえ危ねえ危ねえ。やったー。ということで、岩盤のツルハシが出来上がりました。やったー、作れました。次は岩盤の剣を作りたいですね。すげえ、めっちゃ掘れる。これ黒曜石も掘れちゃうんかな。はい、やっぱすげえな、強えな、これ。ダイヤモンドめっちゃゲットできる。岩盤のツルハシでさえも、黒曜石ってこんな時間かかるんですよ。あんまかかんなかった。よし、黒曜石5個。これでね、岩盤を作れます。スケルトンいるって。スケルトンは絶対無理、俺。スケルトンにはかなわん。そんな時は、はいはいはい。逆だ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 。いや、危ねえ。スケルトン強え。よし、作りましょう。はい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 。で、ダイヤモンド、はーい。ということで出来上がりました。岩盤2個。で、はい。はい、ということで出来上がりました。岩盤の剣ってことで、ダメージ増加100万ということでね、使っちゃいましょう。どこだどこだ、やられたい奴はいるか。ウーパールーパーも一発。おいおい、舐めたことやってんじゃねえぞ。楽しい、これ。よしよしよし。めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。そんな時は、岩盤の剣を使えばいいんですよね。最高。はい、はい、はい。いや、最高だな、これ。強えな、ダメージ増加100万は。よし、あとはアーマーだけですね。いや、アーマーって結構きついよね。あ、岩盤1個余ってる。じゃ、これで、岩盤の盾を作りましょう。よし、これで、鉄インゴットを盾を作る時のように、並べますと。そしたら、岩盤を、ポチーってことで出来上がりました。ベッドロックシェールド。これ、英語のまんまでしたね。ミスりました。これ普通に。ということで出来上がりました。岩盤シールドです。うわ、かっけーかっけー。え、なにやるやるやる。ちょ、バグってるバグってるバグってる。ミスってるミスってる。あ、でもちゃんとハード変えりますね。こんな感じでちょっとバグっちゃってるんですけど、盾は完成しました。まあ、これね、見栄えがいいんでね、これでいいでしょう。これちょっとバグってるバグってる。黒曜石集めましょう。岩盤のチェストプレートを作りましょう。岩盤のチェストプレートを作ったら、僕の魔法でエンドに行きたいなと思います。まあ、20個くらい黒曜石があれば足りるかな。よし、20個黒曜石のチェストプレート作っちゃいましょう。ということで作っていきましょう。黒曜石を並べて、複雑な形だとね、一気に並べることできないから、きついよね。あ、なんか来てるって。よし、黒曜石8個。なんでそこで止まってくれてんの？優しい！僕が作ってるからって配慮して、ここで止まってくれてる。ああ。ああ、よくない。ということで作っていきましょう。チェストプレートということで出来上がりました。岩盤の道着ということで。はい、できたー。岩盤のチェストプレート、来ます。はい、ということで、見てください。防具、プラス99なんですよね。最強すぎないですか、これ。もういくらダメージ当たっても、やられないんですよ。めっちゃ湧いてるね。全回復したいからゾンビ倒しまくって、腐肉食べましょう。よし、ということで全回復しましょう。あー、ピースフルー、ずるいけど、許して許してめちゃくちゃずるいけど。よし、ということで僕の魔法で、エンドポータルを出していきます。はい！はい、ということで出ました、エンドポータル。ということで行きましょう。レッツゴー！よし、ということで来ました。ほら、ほら、ほら、待ってろ、エンドラ。こうやって掘ればいいのか。こういうことだ、行きましょう。エンダードラゴン、待ってろ。ほら！よし、いやー、矢が13個しかないけど足りるかな。よし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 、こういうこと。よし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 、あっ、いやー、忘れてた。おやべ、矢がなくなった。よし、最後の一発。あー、残り1個で、くそー、やばいやばいやばい、危ねえ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 、届かねえ。よっしゃ、全部破壊した。よしよしよし、あとは殴るだけだ。最近動画内でエンドラ討伐できてないんで、今回こそエンドラ討伐しちゃいましょう。やるぞ。痛い。倒せた。一発、倒せた。一発、
テゴテ倒せました。いや卵持って帰りましょう。やった、よーし、エンドラの卵ゲット、やったー。いやこれはね、めちゃくちゃ久しぶりのエンドラトマスなんで、めちゃくちゃ大事にしていきます。ということで、エンドラトウバー2ということで、無事エンダードラゴンを倒せました。ということで、頑張る装備を作れる世界で、無事クリアできました。ということで、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ってくれた人は、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。ということで、次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。